ここは品川区のとある場所です。何か困っている人がいますね。どうしたのでしょう。電車の中です。おや、優先席の前で妊婦さんが辛そうな顔をしているよ。でも席は空いていません。どうしましょう。皆さんはこんな場面に出会ったらどうしますか。また自分が困ったことはありませんか。今日は皆さんと一緒に誰もが安心して暮らせる人に優しい街について考えてみましょう。品川区にはいろいろな人が一緒に暮らしています。またたくさんの人が訪れています。障害のある人、怪我をしている人、お年寄りや妊婦さん、外国の人などいろんな人がいますね。品川区では人に優しい街づくりを進めています。人に優しい街とは、ここで暮らす、過ごすみんなにとってできる限り暮らしやすい街のことです。それではそんな人に優しい街を作るための考え方を見ていきましょう。皆さんはバリアフリーってどんな意味か知っていますか。バリアは邪魔するもの、フリーはそんな邪魔なものがない状態のことです。ではバリアにはどんなものがあるでしょう。バリアには物のバリアや心のバリアなどがあります。物のバリアとは、例えば道に段差があって車椅子の人や足の不自由な人が通りづらくなっていることを言います。他にも出入り口に段差のあるバス、駅の狭い改札口、ホームまでの階段、障害のある人が利用できないトイレなどが物のバリアです。心のバリアとは、お年寄りや障害のある人などへの無関心、偏見、心ない言葉などです。お年寄りや障害のある人を見てかわいそう、気の毒だと決めつけてしまうこと、点字ブロックの上に看板や自転車などを置いてしまうこともそうです。バリアフリーと並んでユニバーサルデザインという言葉もよく聞くようになりました。ではユニバーサルデザインとはどういうものを言うのでしょうか。年齢や障害のあるなし、体格、性別、国籍などにかかわらず、できるだけ多くの人に分かりやすく、できるだけ多くの人が使えるようにデザインすることをユニバーサルデザインと言います。ユニバーサルデザインを探してみよう。どんなユニバーサルデザインがあるのかな。自動販売機を見てみよう。コインが入れやすくなっているね。コインをまとめて入れることができて便利。しゃがまなくても選ぶボタンや取り出し口に手が届くね。このトイレは中が広くなっていて、手すりやベビーシートなどがついています。お年寄りや赤ちゃんを連れている人にもとても使いやすいね。お家の中にはどんなものがあるかな。お家の中でも普段何気なくユニバーサルデザインのものを使っているよ。シャンプーとリンスではボトルの形に違いがあるよ。シャンプーには小さなデコボコがついているんだ。視覚に障害のある人がシャンプーとリンスを区別しやすくするためのデザインですが、目を閉じて髪を洗っている時にも便利だね。このようなバリアフリーやユニバーサルデザインの考え方をもとにして、品川区では誰もが安心して暮らせる人に優しい街を目指しています。それでは街に出てどんな優しいがあるか探しに行ってみよう。ここは大井町駅前です。
道路にある優しいを探してみましょう。車椅子の人やベビーカーを押しているとちょっとした段差でも大変。段差をなくしたりスロープがあればずっと移動がしやすくなるね。歩道が狭いとすれ違う時にぶつかったり、路面がデコボコしていると歩きにくいよね。歩道が広くてデコボコがないとみんなが安心して歩くことができるね。次は駅の中に入ってみよう。ここにもたくさん優しいがあります。さあどこでしょう。券売機にも工夫があるよ。台が低めになっていて身長の低い人や子供にも使いやすいね。足元に空間があるので車椅子でも近づきやすいんだ。エスカレーターと階段、エレベーターが並んで設置されているよ。これなら使いやすい方を選ぶことができるね。街中を見てみましょう。駅やショッピングセンターなどで使われているピクトグラムは情報を絵文字で表しています。だから海外からの旅行者や細かい文字の見えにくいお年寄りなどにも分かりやすいんだ。自動ドアはユニバーサルデザインの代表例。車椅子の人だけでなく両手に荷物を持っている時や子供を抱いている人などみんなに便利だね。人に優しいマーク、たくさんの人に優しいが見つかったね。街の中ではこれ以外にも人に優しいマークを見かけます。みんなどんな意味があるか知っていますか？マタニティマーク、自分は妊産婦であることを示します。このマークをつけている人を見かけたら座席を譲りましょう。また大人は近くでタバコを吸わないようにしましょう。補助犬マーク、補助犬とは目の不自由な人のお手伝いをする盲導犬、体の不自由な人の手助けをする介助犬、耳が不自由な人に音を知らせる聴導犬のことです。電車やバスなどの乗り物、公共施設や病院、ホテルやレストランなどに補助犬と一緒に入ることができます。耳マーク、耳が不自由なことを示すために作られたのが耳マークです。また銀行や病院の窓口などにおいて耳の不自由な人を手助けしますという印にも使います。国際シンボルマーク、障害を持つ人が利用できる施設や設備につける世界共通のマークです。車椅子の人だけでなく障害のある人全員を表しています。ヘルプマーク、ハートプラスマーク、見た目では分かりづらいけれど手助けや気遣いなどを必要としている人が身につけているマークです。オストメイトマーク、人工肛門、人工膀胱を持っている人のための設備があることを示しています。オストメイト対応のトイレの入り口、案内、誘導プレートに表示されています。人に優しい実践編、いろいろな人に優しいが見つかったね。おや、そういえば道路で困っている人や優先席の前で辛そうに立っている妊婦さんがいたのを覚えているかな。どうしたらみんなが安心して道を歩いたり電車に乗ったり毎日を過ごせるようになるのでしょうか。また困っている人を見かけた時どうしたらいいのでしょうか。点字ブロックは目の不自由な人にとって方向を示すものです。この上に自転車などが置いてあってまっすぐに歩けないと行きたいところに行けなくて困ってしまいます。点字ブロックの上には自転車などを置かないようにしよう。障害物がないとこんなに通りやすいね。他にも自転車でスピードを上げて走ったり歩道いっぱいに広がって歩いたり歩きスマホやゲーム、
音楽に気を取られたりすると、人にぶつかったりぶつけられたりと危険がいっぱいです。一人一人が少しずつ周りに気をつけるだけで、みんなが安心して安全に歩ける街になります。優先席はお年寄りや体の不自由な人、病気や怪我の人、妊婦さんなどが優先的に使用できる座席です。元気な人が座っていると、必要としている人が座れずに困ってしまいます。電車やバスの中でこのような人を見かけたら、席を譲るなどできることがないか声をかけてみましょう。お互い様運動。品川区では人に優しい街にしていくため、お互い様運動を進めています。お互い様運動って聞いたことあるかな。お互い様運動は、困っている人がいたら助ける、困った時は助けてと言える、支え合いの街づくりをみんなで進めていく運動のことです。お互い様運動をたくさんの人に知ってもらうために、品川区ではいろいろな取り組みが行われています。みんなは参加したことあるかな。ユニバーサルデザインお互い様運動研修会。ユニバーサルデザインの考え方や様々な取り組みを知ってもらうとともに、車椅子や白杖などの体験を通して一人一人ができることを考える研修会を実施しています。お互い様運動学習会。学校の授業の中でも体験や盲導犬ユーザーの講演会を行っています。イベント。品川区で行われるイベントにお互い様運動のブースを設けて、パネル展示や体験を通してお知らせしています。皆さんもイベントなどを見かけたら、ぜひ参加してみてください。お互い様運動についてのパンフレットやクリアファイルなどを発行しています。品川区ではお互い様運動の標語を募集し、最優秀賞に選ばれた作品を合言葉にしています。お互い様、心をつなぐ、ありがとう。この合言葉には、困った時はお互い様、助けてくれてありがとうと、お互いの心がつながり合えるようにとの願いが込められています。それではみんなで一緒に行ってみよう。お互い様、心をつなぐ、ありがとう。皆さんも早速今日からお互い様運動を始めてみませんか。そして周りの人たちにもお互い様の気持ちを伝えていって、人に優しい品川区を作っていきましょう。